ります。第1ブロックの第10試合です。野獣と美女対和心、それでは参りましょう。波動ファイト。まずは野獣と美女のステータスからご覧いただきます。1番奥川アスナ隊長選手5221、真ん中モケ選手1135、手前カブトムシ選手5221。まずはカブトムシ選手が1点を取っていきます。そして和心、ブルーサイド和心、1番奥川上さん選手4321、真ん中山高選手1135、手前白黒選手5221といったステータスです。さあまずはね、こうシールドをお互いに見ながら山高選手が張っていきます。前線に張っていきます。白黒選手がすかさず前に出ますが、野獣と美女対抗して後ろ目に張ってシールドを割っていくのか。残り時間が半分経過しました。未だに点数差変わらず1対0、野獣と美女が先制をしている状態です。さあ張りに来るよと声をかけております。さあ和心が前に出てきた、前に出てきた。もう割り際と気をつけていきたいところですが、野獣と美女モケ選手とアスナ隊長選手が、ね、ライフ1枚なので、そこもしっかりと警戒していきたいところです。残り時間が10秒、ここで追加点、野獣と美女2点差。さあ追いつくか和心、残り時間3秒だ。逃げる逃げる。さあ試合終了、2対0、野獣と美女の勝利です。おめでとうございます。